応援少女の星野まなみです。次から高校1年生になります。JK です。しばらく行方不明だったな。そういうことだったんだね受験勉強してまして。はい、お願いしますよ、はい、痛いですか？痛いよ。まあ強くなりましたよそう、あ、はい、大人になったんだもんね。そうです、 JK なんで、うん、受験勉強してみたいし。ちょっと手汗、ジーって言った。はい、首の後ろで手を組んでこうでしたね。はい、くわーちょっと怖いよ。ほらリアクション、リアクション女王という。うわー、はい、大きく息を吸ってください。はい、吐いて、うはい、吸って、はい、吐いて、はい、後ろへ。絶対痛い、うわー一回痛い。そんなに数字欲しいか。一回一応痛かった。絶対ここ手が伸びない。中間らへんが。はい、上向きで寝てください。え、痛い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 わ、もう痛い。その笑い変わってないじゃん。変わりました、笑い方だけ。え、いくよ、看護できてる。首バキバキっていくからね、はい、力抜いて、力抜いて、痛っ、ボキッてやれなくて、ちょっとスッとやったんだけどボキッて言ったよね。骨折れた。どうする、もういけないよ。いきます。え、頭上げて、はい、下ろして、あ、待って、え、首絞めうし、うー、線が伸びる。あ、じゃあいっぱいやってください。よいしょ、痛っ、もう一個、よいしょ、え、死ぬ。あの、指鳴らすと指太くなるって本当ですか？うん、もう毎日毎日なやれば本当になるけど、それよく言われるんで真面目に答えておくと、ちょこっと鳴らすぐらいにでは太くはなります。え、毎日5回以上鳴らすのはやばいですか？まあね。あ、そんな鳴らすの？めっちゃなんか朝起きて1回、学校で授業、うん、前授業で1回、うん、ヤンキーなの？え、ぜなんかその笑い方、もうちょっとガハハッて言う。うるさい担当。はい、うつ伏せ、はいはい、うつ伏せって何ですか？ああ、そう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 だからもうどうして。痛いですか？大丈夫、はい、もうスッといくよ。はいはいはい、にょん、はい、バキって言ったの分かった？はい、分かってないでしょ。はい、分かってない、うん、これにょん、痛くないですねあのね、散々言っといて本当に困ったことです。よいしょ、はい、起きて、はい、じゃあ自分の宣伝してください。え、はい、春から高校1年生になる星野まなみです、はい、チャームポイントは出っ歯です。ああ、でもよく出っ歯じゃないって言われます。その人は目がおかしいと思います。そして、お、何を喋ってほしいですか？あ、でも笑い声はうるさいです、はい、でも普段は静かです、はい、性格はとても良くて頭もいいです、はい、で、よく手汗が出ますで、あのね、言うとね、撮ってる人も手汗出るんだよ。一緒ですね一緒に頑張りましょう。で、あ、じゃあ終了です。ありがとうございます。一緒にピース。応援少女とシガリシスターをのアイドルをやっているゆいとあいです。お願いします。お願いします。勝手に応援王は、勝手に応援王、あ、新メンバーですね。はい、はい、新メンバー紹介っていうくだりだったら別に問題ないか。おいくつですか？14歳です。そこも年齢秘密？いや、12歳です。14歳と12歳。はい、はい、どこへ来たら会えますか？ここです、ね、BSJ バンキッシュです。大須にあります。はい、好きな食べ物は？揚げパンです。いいと、なんかもうちょっとアイドルっぽいの欲しいなと思って、あの、まあ、揚げパン、はい、私は、あ、じゃあケーキです。ケーキ、はい、ケーキ、何ケーキ？チョコケーキです。チョコケーキ、大人だね。はい、将来の野望は？
やることなんですか。将来の、目標。目標はっていうか、こうなってやるみたいな。あ、応援少女の先輩みたいにみんなを笑顔にしてもっとファンができるように頑張ります。お、素晴らしい。何ちゃん。アイです。こっちはアイちゃん、私は、はい、ゆいゆいちゃん。じゃあアイちゃん次どうぞ。毎日お客さんが10人以上来てくれるように笑顔で頑張ります。よろしくお願いします。お願いします。ツイッターやってる。シュガリーシスターで。あ、シュガリーシスターで検索する。はい。あ、応援少女のホームページの中に貼ってある、あの、撮ってる人つけといてください、下に。チャンネル登録もお願いします。 YouTuber みたいだね。はい、じゃあこのくらいで解放してあげます。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、みんなに、はい。